村上シャフトは矢のシャフトの一種。中央部分が太く、両端が細い形状を有している。この形状のシャフトは現在アルミニウム合金製の円筒に炭素繊維を不均等に巻き付ける製法によってのみ、製造される。炭素繊維の採用による軽量化、昇形化も相まって空力特性上も優れたものとなっており、従来のアルミニウム合金製の円筒シャフトによる矢と、 比較して弾道の低進化、飛翔速度の高速化が実現した。しかし、アーチェリーにおいては、飛翔速度が速いため初心者の練習用には向かず、もっぱら中級者以上に使用される。また、シャフトの長さ、カット位置によりシャフトの硬さが変化するため、最適な長さに切る場合には、注意を要する。日本では、江戸時代に33剣道の投資屋で最も、 やとびの良い矢として使用されてきた。現代のアーチェリーにこの形状が登場したのは、比較的新しく、1980年代にイーストン社が前述の製法を確立したことによる。当初こそ均一な品質の製品を得ることは難しかったものの、1990年頃には中級者からオリンピック選手に至るまで幅広く支持される主流のシャフトになっている。 ありがとうございます。